軽いやつ。ちゃんと運んでるんですよ、みんなの。こうやって。どう？どうしたの？いいよ、俺追いかけなくて。裏側。やめなさいよ。今扇風機は当たってんだから、真冬なのに。いや、座長がね、そうやって自分でやってるんだなっていうところをね。大変なのよ。そう。いろいろ小道具とか出して。またこんなとこ置いたら怒られちゃう。そう、さっきからすげえ怒られてるんですよね。最悪や。かわいそうに。ちょっとあっち行って。あ、すみません。これね、私のアンドンなんですよ。あ、自分で、ね、すごいんですよ、このアンドン。え、それ自前ですか？これ自前ですよ。え？自前のアンドンで、普通アンドンってでかいじゃないですか。はい。こうね、組み立て式になってる。すげえ。2種類。でこれね、紐はないない、さようなら。 A 型ですからね、はい、小太郎さんは。はい、はい、さようなら。小太郎さん A 型だから。でこれちょっとこう見てほしいんですけど、これね、こう入れたら組み立て式なの。これはあ、すげえ、ね、それでこう逆にこうすると、あ、すごい、いいですか。はい、ほら、おお、そうなんですか、最高。小太郎さん楽しそうだな。そう、感じましたね。最近老眼が始まってね。全然見えない。あれあれ。そしてその後ろで大吾さんが一生懸命モンドさんのカツラを出してます。どこてます。あれないよ、マジで。あ、あった。あ、よかった。あ、これ逆や。いやいや、さっきの説明こうや。あ、合ってんだけど、こうや、こうで、ここで、ね、ずらないためにもね。そして横で、あれ、穴がない。マジで。ひとみさんが一生懸命カツラを出してます。置けない。どうしてうまくいってくれないの。そして小太郎さんはずっとアンドンと戦ってます。これで、あれ、そして、あら、どこよ。まさかのまだアンドンと戦っています。あ、はい、行きました。あ、よかった。完成。行きました。これいらない。その感動を分かち合う。小太郎さん、何でもできるんですね。え、何でもできるんですね。こういうのがね、大好きなんです。細かい作業。すげえな。そういうのって教えてもらうんですか？うん、なんか聞いたりさ、徳山さんに聞いた、どういうやり方をしたら崩れないんですか。だから俺の早変わりあるじゃん、はい、早変わりは絶対何してもどこを持ったら崩れるとか、はい、どこを持ったら絶対崩れないとか、それは俺のカツラすごい壊れないんだよ。だ、壊れないようにするのは徳山さん泣かせじゃないじゃない。うん、やっぱりさ、丁寧にね、扱わないと。そう、丁寧に扱わなきゃ。でやっぱりカツラの仕組みをどういう風になったら分かるかなっていうことをちゃんと分かってると楽だな。そうですよね、うん、やっぱ怒られましたもんね、最初とか。なんや、ほら、かぶり方としたらね。え、そうそうそう、分かる。ほら、ちょっとやっただけでもな。あ、めっちゃ綺麗。いろんなことをこうやって覚えていくんですよね。少しずつ、少しずつね。いつもどれだ。それ、それです。これだ、はい。今回座長に舞台の上でも言っていただいている髪です。そうですね。わかりました。私はどんな髪型になってるのかがわからないので。でこれもこのピンをね、
ここにね、こうやってね、挟まってるんですけど、ここでここが崩れやすいんですよ。そう、ここは崩れやすいけど、こういうふうに出して、ここでね、これこういうのを撫でつけて、でこの先でね、こういうふうに、あの、なんていうの、細かい毛をしまっていく。ボロボロ落ちてくるんですよね、どうしてもね。落ちてくるんですよ。特に私は暴れるので。そう、あなたはね。昔の人ってやっぱ大変でしたよね、この髪型をずっと。昔の人は床山、自分で言えてたんですよ。マジで。そうなんですか。だから昔は床山いらずだったんですよ。昔の人はね、自分でね、自分のカツラをね、言えてた説があるんですよね。面白いよね。ほら、こっち側どうですか。綺麗になった。ほら。わあ、ありがとうございます。だからこっちと比較的見てごらん。そうですね、ビフォーアフターだ。毛がいっぱい出てる。こっち綺麗ね。わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。エチオチャンネル、エチオチャンネルです。またまた登場です。また登場ってひどくないか。隙を見つけては撮りますよ。いやバカだな、エチオチャンネル。今こういう時代になったんで頼みますよ。エチオチャンネル、かっこいい。写真だけど、今はもう動画が回ってるという。本当だよね、今時ですね。頑張りましょうね。ありがとうございます。はい、じゃあそのまま君に返して。どういう顔してんの。はい、はい、それはい、ゆうも登場。いえ、まなみ、はい、野菜、はい、もんちゃんアップ、はい、大悟アップ。よし、あーって聞こえてきたもん。5時からなので、今みんなのリラックスタイムでございます。あれ教えてください。SNS、ソーシャルネットサービスですね。おお、久しぶりに聞いた。プリントクラブ的なやつ。あ、後で写真ちょうだい。はいはい。あ、ありがとうございます。うん、こんな感じでね、時間がないんですよ。はい。うっきゃおばあさんみたいに。すごい切ない。時間がないんだよ。だってもう次5時やのにさ、もう4時なんですよね。何してた？インターネット。あ、インターネット。今何してるの？インスタと、こうやってね、化粧を直すんですよ。インスタも、Facebook も。姉さんはご飯を食べながら携帯一生懸命いじってます。取れないですか。あ、じゃあ始まると戦争ですもんね。本当に時間がないですよね。こんなにあたったあたったするもんなんですね。いつもこんなんなのかな、私たち。もうあんまり記憶がございません。鏡が割れまして、ガムテープです。それが昨日薄すぎてじゃなくて、あ、違う違う、初日に割れてたんですよ。ガムテープ、ガムテープで補強しております。これ化粧前って結構みんなそれぞれ性格出るんですよね。なんかすごい切ない、なんかすごい切ないよね。うん、なんででも確かに性格出ますよね。出るよね、出んのよ。でも、もうこれを見ればなんか、あ、こういう人なんかなみたいな。そうそうそう、だからすごいさ、荷物多い人と多くない人の差がすごいよね。うんうん、一目瞭然ですね、この量多すぎ。すごい有名なパンですよね。これどこのですか。メルヘン、メルヘンでさ、有名だよね。有名なサンドイッチ、みんなでいただきます。卵食べていいですか。全部食べていいよ。本当に、ほら、これ破るの性格出るでしょ。で、フルーツサンドはゆうちゃん。あ、本当に、ありがとうございます。みんな寂しい、本当に。え、
えちゃん2オクターブぐらい声が出てる。そう、そうなんですよ。舞台にね、舞台で声を高く使いすぎてもう声がガラガラなんですよ。知ってました？沈んでいきそうです。そうだけど、夜になるとまた声が復活してくるんですよ。やんだね。うん、いただきます。卵サンド。ゆうちゃんも一生懸命働いてるから一生懸命食べてます。食べれるときに、食べれるときにね。そう、まだ20代ですから。でもね、痩せてると思ってたんですよ、うん、やっぱめっちゃ動いてるじゃないですか、うん、痩せてると思ってたんですけど、昨日体重計乗ったら1キロ増えてました。そうやん、めっちゃ動いてんのにな。でゆうちゃん確かにずっと食べてるイメージあるわ。そのイメージはある。でもやっぱりね、動く以上食べないとね、エネルギー持たへんもん、うん、ちなみに小太郎さんは3キロ痩せたらしいです、うん、公園で。すごくない？確かにだんだんなんか帯が緩くなってきた。そうなんです。同じ感じでやってたら動くからね。おいしい。あ、出た。お姉さん帰ってけ。うん、私は目がちっちゃいのですごい描かないとダメなんですよ、こうやって舞台だから。もう化粧が激しすぎて。これみんな自由に過ごします。休憩時間。ゆうちゃんこれあれで、フルーツサンド食べます。あ、来た。食いねえ食いねえ、寿司食いね。あ、これ姉さん帰ってきた。いや、姉さんは帰ってきてない。食べます。あ、くらみさん帰ってきた。はい、お帰りなさい。くらみです。くらみました。お帰りなさいです。じゃあ帰ります。もう1時間前ですよ。ね、なんかそんな気が。もうこんな時間だよ。みんな同じこと言ってる。押しましたかね、これ。そうなんですよ。おトイレ休憩が伸びたんでね。でも女性多いからしょうがないですよね。うん。個室がね。あ、ジュースもらってこようかな。ジュースもらってこよう。ジュースをもらってきました。小太郎さんの声がすごい聞こえる。いただきます。あ、アンパンマン。あ、美味しい。フルーツジュースじゃないか。してるうちにね。そうなの、衣装着なあかん時間に差し掛かってくるわけですよ。うん。小太郎さんのため息。ため息の二重奏。さて、あさって。エチオチャンネルでも映しちゃうぐらい可愛い。これちょ、モンドさんによく似合いますよね。もうすでに撮られてるじゃん。突然現れますよ。なんかあのいきなりテレビ番組的な話し方だなと思ったら、もうここにカメラ。新しいなと思いました。そうだな、この色のチョコレートあんまり食べたことないから。いただきます。わざわざ可愛いの選びますね。可愛い。いやー、なんかねえ、YouTube でチョコレート食べてるだけの YouTube ってありだ。ちゃんとあの味のコメントしてください。ああ、そういうの苦手。こういう、ねえ、そう、チャンネルです。はい。犬山どんでん祭り歌の振り付けも先生がしてくださってます。そう。そう。そうですよ、幸せな4日間を。ね
ごしておりますよ。疲れた時の疲れた時のこのチョコレートは美味しい。パンを握ってコメントをお願いしたらちゃんとパンを食べようと思ったチョコレート今回そう今回モンドさん出演率高いのでちょっとあのマネージャーさんと相談しないと大丈夫です大丈夫ですか。だって許可取ってんのかよって怒られます。好きなだけもう本当ですか。好きなだけ流してありがとうございます。あのその携帯の発見でそれはあの鬼滅の刃のそうです。煉獄さんが大好きなんです。煉獄さん、はい、すごいなんかワイルド系が好きなんだね、うん、そうですかね。煉獄さんってすごい熱い男じゃないですか。熱い男、うん、あんまりでもね私あんまり鬼滅の刃見てないじゃん。多分頭が何を言ってるんだっていう感じ。夢が一つ叶うたび。そうか、そう、知ってる人と知ってない人の差がすごいんですよ鬼滅って。やっぱり、うん、あちょっとは見てよ、うん、あ本当ですか。なんかあの雲のさ、うん、あ、うん、あの家族のやつ、ね、え、モンドさん見てるんですか。これ、ね、大好きというか最初はバカにしてたんだけど、バカにしてた。一回見たらハマって全部でしょ。全部そう一回見るとハマる。久々にハマったから。誰好きですか。やっぱり親方かな。ああ、親方様ちょっと演じてみたい。え、親方様ってあの親方様ですか。親方様、炭治郎ではなく親方様。でも確かに雰囲気的にモンドさんは親方様かもしれない。ね、藤の花が似合いそうですよね。子供たち、子供たちってね。